点何パーセントしかいないわけですよ。そのくらいすごく少数民族なんです。この少数民族の中だけで物事を考えて、その少数民族だけの価値観で生きているのが農家、農民、農業者なんです。ところがちょっと一般的な社会と同じところに、フィールドに立ってみると、いかに自分が視野が狭かったのかっていうのが見えてくるんですよね。でそうなってくると、視野の狭いところで一生懸命考えたところで、それは答えは出てこないんです。もうあまりにも世界がちっちゃすぎるからですね。でそれを見えなくしているのが、先ほど言ったチヤホヤしてくる人たちっていう可能性もあります。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下ひろきです。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。いよいよですね、この新規農業者が農業だけで生計を成り立たせるっていうことで、今までね全11回やってきましたけれども、これいよいよこうまとめになります。第12回まとめで、これ新規農業者っていうふうにくくってますけど、これ既存の農業者の方にもね、いろいろ参考になるようなお話もあったと思いますし、ベテランの農家さんもそういうことだよねっていうふうに、確認のね、意味も込めて、いろいろね、そういうことだったのかって改めて感じ取られるようなこともあったと思います。で今回はこれらを総称して、第1回目から第11回まで、こんな話でしたよねというのはちょっとまとめた上で、最終的に皆さん方にゴールというか、目指してほしいところというか、結論というか、そこをね今日はねお伝えしたいと思います。でその結論なんですけど、こちらですね、経営マインドを持つっていうことです。いわゆる農家っていうステージから、自分は経営者なんだっていうステージに変わってくださいねっていうのが、私がお伝えしたいメッセージなんです。これ皆さん方もね聞いたことあられるかもしれないんですけれども、例えばほら聞いたことありますけど、レンガを作っている職人さんの話。でこれある旅人がレンガを積んでる職人さんのところに、たまたま通りすがったんで、旅人がそのレンガを積んでる職人にちょっと尋ねてみたんですよ。で何やってるんですかって言ったら、見りゃ分かるだろうって、レンガ積んでんだよって。ああそうなんですかって、うるさいよあっち行けよっていうふうに、レンガ積んでるおじさんからちょっと、追い返されちゃった。でまた、レンガ積んでる人がいたんで、また旅人が何やってるんですかって尋ねたんです。お、見れば分かるだろう、これ壁を作ってるんだよっていうことで、レンガを積んでるんじゃなくて壁を作ってるんだっていうふうに、そのレンガ職人さんお答えになったんですね。でちょっとね今忙しいからねっていうふうに、ちょっとまたないがしろされた。そしてまた旅人が歩いてると、またレンガ職人さんとお会いして、でレンガ職人さんにお聞きしたんですね。何やってるんですか。そしたらそのレンガ職人さんはこう答えた。あ、これかいと。今やってるのはレンガを積んでるだけのように見えるかもしれない、壁を作ってるだけに見えるかもしれないけど、これは今から、ここの地域の人たちがお祈りをする大聖堂を作ってるんだ。我々がこのレンガを積むことによって、この大聖堂で人々が祈りを捧げ幸せになることができる、そのために私は今レンガを積んでるんだ。はい、いかがだったでしょうか。このようにレンガを積んでるっていう事実は変わらないんですけれども、マインドがどん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 高くなっていきますよね。そうすることによって、自分が今ここでやっているものの意味、意義というのが出てきます。あ、何突然レンガ作りの話したのって思われるかもしれないんですけど、これ振り返ってみると、我々は種をまき、水をかき、そして苗を育てて植物を育て、そしてそこから葉っぱを取ったり実を取ったりすることで生計を成り立たせる。何やってるんですかって、ミラわかるだろう、種まいてんだ、ミラわかるだろう、水をかけてるんだっていうふうなマインドで農作業だけで終わってしまう方もいらっしゃるわけです。何やっていらっしゃるんですかって、ミラわかるだろう、野菜を作ってるんだ、こんなふうに答えられる方もいらっしゃるかもしれません。ね、野菜を作るのは大変なんだぞって、右から右からあっちに行けっていう方もいらっしゃる。ただ、もう一人の農業者さんは、種をまく業務というのは変わってないんだけど、何をしてるんですかって、あ、これかいと。これをね、今種をまくことによって、そして水をかけることによって、僕が作った農産物を食べることによって、ね、どこかの家庭で楽しそうな声が聞こえてくる、幸せな食卓を囲んでくれる、そして幸せな笑顔が、どこそこで、美味しい食べ物、安心な食べ物を作ることによって、いろんな食卓が笑顔になる、そのために私は今種をまいてるんだって。さあいかがですか。そこまで言えるとかっこよくありません。こんな風にちょっとだけ視野を広くして、物事を捉えると、今やってることが実は大きなものにつながっているということに気がつくでしょう。何の話かというと、今日いきなり経営の話を、する前にそういった事例を出したんですけれども、要は農業をやってるって言ってしまうと、物を作ることで全てが終わってしまうし、これが
物が作らなければダメだとか、物ができてもお金が足りないなんてことがありがちなんです。ところが経営をするっていうことになれば必要なものがちょっと違ってきますよね。我々は経営っていう中でどうやって経営するのか、ね、例えば、コーヒーを作って経営をする、いわゆる、コーヒーショップを作るっていうふうな経営もある。中には物を運ぶっていうふうな会社を作る経営もある。ただ我々は種をまいて野菜を育て、そしてそのできた農産物、成果物をキャッシュに変えることで経営を成り立たせるというふうに、ちょっと引いて大きな面で捉えるということが我々に今求められている農業者マインド、いわゆる経営者マインドになるんだ。まあ、ちょっとね難しいかもしれませんけど、そういった農業者さんが全国にたくさんできれば日本の農業というのはもっともっと活性化するんですね。まあ、今日はそういった話、まあ、復習になります。まずやっぱり経営者になる、やっぱり農業者っていうのは野菜を作ってるんだってことにちょっとフォーカスしすぎる。ところが経営者っていうのはお金を作る、経済活動をやってるんだって、ここが大きく違います。いや別に野菜作ることを否定してるんではない、でもそこだけで止まるんじゃなくて、それをキャッシュに変えることによって経済活動する、そして儲かったお金で自分たちの家族を養い、そして従業員を養い、そして資材屋さんにお金を払い、そして余ったお金で税金を払う、まあ、こういうマインドがね経営者のベースになります。で他にも、経営者は実行力があるということで、まあ、漠然と、ね、農業をやられるのではなくて、まあ、どうせ農業をやるならね所得400万を目指しましょうよって、まあ、これが、まあ、今回の講座の、ベースになってましたよね。そして第4項第6項とかでは経営者というのは稼ぐ力、この稼ぐ力っていうものがポイントになります。だから、要はなんか、まあ、お金にならないところに、まあ、お金の話ばっかり申し訳ないけど、ちゃんと経済活動にあなたがやってることはつながってますかって、なぜそれを作ってるんですか、それがちゃんと誰かに喜ばれるものですかっていうところに、やっぱりマインドがそっち側に、ベクトルがそっち側に向かないと、なかなか、いいもの、いい、経済活動、いわゆる経営ができないわけですよね。だから、なんでそれ作ってるんですかって、いや俺が好きだからだよって、俺が好きっていう、じゃあラーメン屋さん始めた時に自分がじゃあ味噌ラーメンが好きだからといって味噌ラーメンやる、みんな豚骨ラーメンが食べたいのに、いや俺が味噌ラーメン好きだからいいじゃないかって言って、そのお店は潰れてしまう。俺がではなくて人々が喜ぶためにやるって、ここがやっぱり経営者の稼ぐ力なんですよね。そして経営者は成果にこだわる。いやもうね雨が降ったから仕方がないよ、で鳥獣害にやられたから仕方がないよ、もちろんこういうふうにやむを得ない事情っていうのは農業業界ではたくさんあるんですけれども、仕方がないで終わってしまったらまた仕方がない、また仕方がない、まあこうやって困ってると誰かが助けてくれるだろうっていうふうに守られる農業ではなくて、いやそういう仕方がないではなくて、ちゃんと自分で計算してリスクヘッジして、なんとか、自分の目標とするものを、取りに行く、そういう目標達成をするんだっていうふうなコミットメント、こういうのをねぜひね皆さん方にそういったマインドを持ってもらいたい。つまり経営者っていうのは絶対これをね何とかして達成するんだって、別に、サラリーマンじゃないからノルマを与えられてるわけではないけど、自分で自分を律して成果を取りに行く、結果を取りに行く、結果を出そうというふうに頑張る、まあ、こういうマインド、そのためにやらなきゃいけないのが、効率化や工夫や知恵でしたよね、はい、そして完成予想図をイメージする。そうなんです、逆算なんですよね。たまたまやってたら登りつきましたではなくて、富士山に登りたいからそのためにはどのルートで行こうと準備して調べて、そして、一歩一歩登っていくっていう、これが、成功イメージなんですけれども、なんか皆さん方これやってたらたまたまこうなった、これやってたらたまたまこうなったっていうふうに登ってる途中で、まあ、流されながら行くっていうのもそのパターンも、まあ、ありがちなんですが、まあ、本来は自分はどうなりたいんだ、自分はどういう人生を送りたいんだ、自分はどういう人生のを、自分の人生キャンプキャンパスの中に自分の人生を描くんだっていうことをしっかりとやってないと、なんか、お野菜作るのが好きだからとか、なんか農業が、なんか、人から雇われないで済むから楽だからとかいったマインドでやり続けると途中で挫折します。ではなくて、農業の魅力っていうのは、自分の人生を自分で描くことができるんです。これが自営業なんですよね。で人からああしなさいこうしなさいって言われる人生ではなくて、自分でこの真っ白なキャンパスの中にいついつまでにはこうなって、いついつまでにはこのくらいの売り上げ上げて、いついつまでにはこのくらいの所得を得て、いついつまでにはこのくらいの規模の事業にやってっていうふうに、自分で自分の、事業の、絵を描くことができるんです。そしてそれを自分で作り上げることができるんです。だから自営業は自由業だと言われるんです。
ただそれは手伝ってくれる人が現れなければいけないし、自分一人ではなかなかできない。ただ、この完成予想図をイメージできない人は実は自営業にはあまり向かないかもしれないということなんです。さあ、などなどをね、お話してきましたけど、これまでが、ほぼほぼ、今回の新規農業者さんに、遠回しにお伝えしてきた内容なんですけれども、ここからですね、最後に、皆さん方が経営マインドを、持つための、基本となるところをちょっともう一つ皆さん方にお伝えしてね、今回の動画を終わりたいんですけど、ここに第三者評価が正しいということがあるなんですけども、これちょっと商売的な話、マーケティングの話になるんですけども、実は商売とか、いわゆる物を相手に届ける、結論言うと自分自身ね、あなたもそうです、皆さんもそうなんですけど、に決定権はないんだっていう、すごく残酷なお話なんです。例えば市場に市場農協に出荷しました。でそれで競りにかけられます。そこで、値段をつけるのは誰か。これは、市場の競り人であったり生花業者さんである。つまり決定権はあっちにあるんです、そしてじゃあ相対取引をします。相対取引をするときに、じゃあ、1ケース1200円でお願いしますねって言ったところで、相手が「うん、分かりました、いや嫌ですよ、1100円にしてください」って決定権は相手にあるんです。全てにおいて決定権っていうのは相手が持ってるってことなんです。じゃあ我々は何の決定権があるかっていうと、いつ種まいて、どんな肥料を使って、どんな風な栽培方法をやって、いついつに出荷するっていう決定権はあるんですけど、そこから先は全て相手が決めるってことなんですよね。だからその先がイメージできていないと、ただ自分は作るだけの農業者になってしまうんです。ちょっと難しいかな、この経営者じゃなくて農業者じゃなくて経営者になろうっていう今お話をしてますよ。つまり我々は美味しいもの、安心なもの、安全なものを作るっていう大きな大義があるんですけれども、忘れてはいけない、取りこぼしてはいけないのが、その相手からどう思われてるかってことなんです。相手から、相手って誰ですか、農協かもしれない、市場かもしれない、卸業者さんかもしれないし、個人のお客さんかもしれないし、加工業者さんかもしれない。つまり相手の評価っていうものをものすごく意識していった方がいいですよって、これが経営ですよって。でもそっちに意識が行くことなく、周り近所の地域での評価だけがすごく気になって、本来、意識しなければいけない第三者評価っていうものにはなかなかベクトルが向かないんですよね。もう本当に近所の噂であったり、近所のから後ろ指さされないようにしたりだとかっていうふうに、なんかすごくこじんまりとしたところにポジショニングを取ってしまう。これが僕もそうだったけれども、地域でよくあるあるあるの話なんです。ではなくて、もっと視点を外に向けて、社会的にどういう評価されるのか、もっと言うと銀行からどんな評価されるのか、社会的にどう評価されるのか、だから気をつけてください。農協職員や普及所や、農政課からの評価ではないですよ。なぜかというと、この三大、農業指導する立ち位置の方々は基本的に農家さんをチヤホヤします。でチヤホヤされてるのは居心地がいいもんだから、それは正しい評価ではありません。農家がいないと困る人たちです。農家がいなくなったら仕事がなくなる人たちです。あの人たちはもう今までもこれからもずっと農家をチヤホヤし続けるような立ち位置にいるわけです。ところが社会の評価とは全く違います。あなたのものに値段をいくらつけるのか、あなたのものを1000円で買うかどうか、あなたのものが欲しいものか欲しくないものかって決めるのは全部一般の経済界、もしくは一般の消費者の方々なんです。だからそっちの方に目を向けずに、隣近所の目を気にしてたり、チヤホヤしてくれる高い評価しかしてくれないような人たちにばっかり振り回されていると、この第三者の評価っていうのが、見えなくなってくる。これが一番怖いんですよ。これぜひ気をつけていただきたい。そして次、面で見るってことなんですけど、これ先ほどねお話した通り、ちょっと俯瞰的に見て、我々農業者、農家っていうのは世の中でどんなふうに見られてるだろうかってことなんです。これシンプルに考えると、農家は全国でたった150万人しかいません。150万人、働いてる方が6000万人です。だから 0.5% ぐらいしか、違うな、 0.5% じゃないな、 0. 何%しかいないわけですよ。
そのくらいすごく少数民族なんです。この少数民族の中だけで物事を考えて、その少数民族だけの価値観で生きているのが農家、農民、農業者なんです。ところがちょっと一般的な社会と同じところに、フィールドに立ってみると、いかに自分が視野が狭かったのかっていうのが見えてくるんですよね。でそうなってくると、視野の狭いところで一生懸命考えたところで、それは答えは出てこないんです。もうあまりにも世界がちっちゃすぎるからですね。でそれを見えなくしているのが、まあ、先ほど言ったチヤホヤしてくる人たちっていう可能性もあります。だから自分は面で見る努力、俯瞰的に見る努力ってこれ非常に大切になります。そして、まあ、私はあんまり頑張れっていう言葉は好きではありません。なぜかというと、もう常に皆さん頑張ってるから。ただ、頑張り方っていうのがあります。これ何かというと、集中する期間を決めるってことなんです。集中する期間を決める、これちょっとよくわからないかもしれないんですけれども、やるって決めたらですね、一気に3ヶ月ぐらいずっと集中してやるんですよ。3ヶ月ぐらいずっと集中してやる。そうすると必ず結果に結びつくっていう、これ法則があるんです法則があるのでなんでって言われても困るんですけど、そういう法則があるんです。だからもう1年間頑張るとか3年間頑張るではなくて、頑張るのは3ヶ月、もう一回いきますね、頑張るのは90日3ヶ月、とにかく集中して、よしこれをやろうと決めたら、それをずっと90日間やるんですよね。まあ、この話はですね、まあ、ノーテラス会員とかノービジ会のメンバーとかにはよく話すんですけど、山下さん頑張ってますねってよく言われるんですけど、実は頑張ってないんです。そんな頑張ってないです。なんでかというと、そんな頑張ったら疲れるじゃないですか。だけどよしやるぞって決めたら、90日間だけ頑張るって決めるんですね。決めるんです。でその期間を決めて一点集中で頑張る、これがめちゃくちゃ大事なんです。だから3年間頑張る無理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 、30年間頑張る無理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 、瞬発力なんです。これね、うまく言えないんですけど、結論で皆さん方がよしじゃあこの策は頑張ろうとするじゃないですか、ね、頑張ろう、もしくは営業を頑張ろうとか、記録を頑張ろうとか、もしくは、土作りを頑張ろうとか、人間関係を頑張ろうとか、なんかいろいろ目標を立てるとするじゃないですか。そしたら90日間だけ頑張ってください。90日間だけで、ここからカミングアウトしますと、実は今日この動画を撮っているのが、実は6月の今日何でしたっけ、まあ、9日か、うん、実はあの私3月の7日から90日間連続して YouTube を出すって決めてたんですね。これやってたんです。集中して期間を決めるって、で90日間1日も逃さずに出そうって決めてたんです。そしたら何が起こったか、ものすごく仕事が増えました。ありがとうございます。ということで、私はこの法則を知ってるんで、90日間徹底的に集中して頑張るって決めてたんですね。だから申し訳ない、ここから先はですね、あんまり毎日出さなくなるかもしれませんけれども、基本的に90日間は1日も休まずに絶対動画を出すんだって決めて、期間を決めて集中してやってきました。そうすると、思いもよらないぐらいいい展開になる。まあ、こういうのはもう実は前から僕知ってたんで、これずっと何回も何回もやってきたし、今回もそれをね、実際やってみました。うん、ということで、皆さん方にもぜひね、この期間を決めて集中するやっていただきたいと思います。そしてスピードには需要があるということなんです。まあ、要は世の中で、まあ、早い話がある、例えばお金持ちになりたいとか経済的に豊かになりたいとかっていう人たちたくさんいらっしゃると思いますけど、その人たちはとにかくスピードを上げるということです。スピードを上げる、うん、今まで3時間でできてたものを2時間半でするとか、今まで、10分でできるものを、5分で終わらせるとか、とにかくバン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 スピードを上げていく。僕も早口でしょ、もうスピードを上げてるんですよ。なぜかというと、スピードには需要があるんです。スピードには需要があるってことだけ頭に認識を置いて、例えば農産物、生果業者さんとお付き合いしている時も、じゃあ山下さんこれどうなってるって言ったら、 OK 分かりました、じゃあ、後ほどお電話しますね、バーッと調べてからすぐ折り返し電話する。スピードなんです。スピードが速いところにはものすごくいい流れがこう、運気も高まりまして、いいことがたくさんあるわけですね。ところが農業というのはものすごく時間がゆっくり流れてます。19時集合で会合は7時からだよなんて言ったって、みんなのらりくらり集まってきます。独特の時間が流れてるんですよね。山下さんそんなせかせかせっかちに動かなくていいじゃないですかって、いや別に僕もせっかちになりたくてなってるわけじゃないんです。のらりくらりとやってるといいことがあんまり起きないんですよ。やっぱスピードを上げていくことがいいことがある、運気が良くなる、いろいろ転がり始める、いろいろいい方向に転がっていくっていうのが、これも原理原則なんです。まあ、この話するとまた長くなるんで、また別の動画でお話しするんですけど、皆さん方もし今うまくいってないなって思ってらっしゃるのであるなら、ちょっと早くしてみましょう。いろいろ
ちょっとあの歩く速度を速くしてみる、今まで3時間かかったのを2時間で終わらせてみる、なんか頼まれてることすぐレスポンスを返すなどなど、これ必ずねいい効果が出ます。そしてチームを作るですね。私もいろんな仲間ブレーンがいます。何か困った時に助けてくれたり協力してくれたり相談する仲間がたくさんいるんですけど、このチームが最終的に皆さん方を、助けてくれるっていうか、力になるっていう表現が正しいかもしれません。ということで皆さん方がね、せっかく農業を始められたのであるならば、今日冒頭でお話した通り農業者であるというものは大前提なんだけども、経営者になるんだっていうふうにちょっとした、マインドをこうシフトさせる、これが非常に大事なんだと、そしてレンガを積んでるんだじゃなくて壁を作ってるんだ、いや大聖堂を作ってるんだというように、種をまいてるんだから野菜を作ってるんだから人々を喜ばせるんだっていうぐらいに、ちょっとだけこの次元を上昇させてあげる。でそうすることによって皆さん方の農業人生というのがより豊かになり、より充実したものになる、そんなふうに思っています。はい、ということでね、今日の話よく分からなかったですよね。何回か聞いてください。なんか山下が言わんとすることはそういうことかというのが伝わってくれると思います。でこのあとはですね、次回からは今回新規農業者向けにちょっとお話してきましたけども、次回からはですね、もうすでに農業やってらっしゃる若手農業者さん向け、この若手農業者もすでに農業をねもう5年以上やってるっていう方向けの、ちょっと話講座がありますんで、そこをね、ハイライト皆さん方にちょっとお伝えしていこうかなというふうに思っております。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。こちらの脳は耕せましたでしょうか。農美次会、一歩先行く農業者のオンラインコミュニティ、ぜひご参加ください。他の農家さんってどうやってるんだろう、今の自分のやり方って本当に合ってるんだろうか、そして新しい農業チャレンジしたいよっていう方々、全国からたくさんご参加いただいております。今ですね、農美次会にご登録いただきますと、なんと有料動画、これがですね173本見放題になっています。他にもですね、有料の、1100円でですね、農ビジビップ会員というのがあります。こちら4つ特典があります。1つはですね、農業ビジネススクールの動画がなんと無料で、見ることができます。他にも毎月開催しています農ビジ会、農ビジセミナーの、受講がなんと無料で、ご参加いただきます。他にも毎月オンラインライブ相談会っていうのをやっています。こちらも無料でご参加いただきます。他にも個別相談もなんと初回無料で、対応させていただいております。お申し込みはですね、農ビジオンラインで検索してみてください。さあ、私と一緒にこれからの農業、一緒に農を耕しましょう。